日銀が歴史的なといいますか異次元の金融緩和を始めて11年が経とうとしています日本の株は今歴史的な急上昇を見せていますバブルの崩壊後いろいろ低迷した後アベノミクスとまさに日銀の異次元緩和もあって新型コロナも乗り越えて38,915円の史上最高値まで残りあと2,400円ほど34年ぶりの更新になるかというところなんですがこちら見てください 日経平均が最高値をつけた1989年の年末を基準として海外の株価がどうなっているのかアメリカのダウ工業株30種平均はもう今史上最高値史上初の3万8000ドル台とそしてヨーロッパのドイツダックスを見ましてもまあ10倍前後には増えていますかたや日経平均株価は一目瞭然ですまさに失われた34年というところでしょうか うんあの大木さん、日経平均、ね、年明けから絶好調なんですけれどもこうして比べてみると日本は低空飛行なんですね。で、きるののはもう名目 GDP 差ですあ<ー>であの世の中ではです、ね、実質 GDP にばか目がいっててそれがプラスにならないとどうのこうのとか言われてますがこれってほとんどです、ね、名目 GDP の差によって説明できます。うん、で 今、インフレの話を加藤さんと一緒にしているわけですが明,明確にインフレに入ってきますから、うん、これから実、ね、GDP がほとんど伸びなくても、うん、名目 GDP はプラスになります、うん、となるとこれ欧米と同じように株が上昇する素地ができているので、うん、これから30年遅れでキャッチアップしてくると思っいますので、うんうん、ぜひ日本株に期待してもらいたいと思います。つい,ていくとはい 誰が年少あの株を買っているかということで、うんはい、先週の木曜日に、まあ、今年に入ってまああの本格的に数字が出たのは初めてということなんですがあの部門別の売買動向というのがありますでこれを見ると海外の投資家がもう大幅に買い越ししていて、うん、ちょっと新任娠の件もあったので もしかしかたら個人が牽引役になっているんじゃないかという話もあったんですが、個人は大きく売り越ししていて、投資信託も売り越ししていると、これ見ると大き、大さ結局、やっぱ去年からの流れを引き継いでいて、やっぱり外国人主導の株高、はい、そうなっているということなんですが、えっと、細かく見るとです、ね、ちょっと違っている部分があって、これはまず第一にです、ね、一番大きな去年との違いは、中国離れです。 で、これ中国株をやってた人たちが中国株を見放して日本株に来るという流れが去年の年末から明確に来てで、今年の1月に非常に強く来てるんですがで、これはもっと奥深く見るとですね。何が起きてるかって言うと、今まで日本株ってさっきグラフにあったように地盤沈下していて、どの国も日本株のリサーチチームとかもう全部なくしちゃってるわけですね。で、これが日本がインフレになったということによって欧米のですね。機関投資家も日本株チーム復活とで今まで中国株に行った人たちが人たちが。日本 日本株のリサーチのリサーチを作ろうということなんで、んこの人たちが今日本の証券会社にいろいろ日本株の問い合わせをしてきてます。<ー>で、そういう意味でですね、まあある意味で言うと言葉悪いんですが、海外の投資家も。 これどちらかといえば素人っぽい人たちが買ってます。ですけど素人っぽい人たちなんだけども日本の経済回復は本物だと,だと思ってるんで、うん、これは続くのと同時に、うん、こういう素人の人たちが買ってるということなんでおそらく大型株中心になってくるだろうとういうようなですね流れの中でこれからもその継続するんじゃないかということを伺わせる株高かなと思ってま,すまだそんなに細かいことが分かっている人たちじゃない全然分かってないです。あ<ー>こと語弊がありますけど<ー>、はい、それと先ほどからおっしゃってるやはりその日本が本当にインフレになって名目 GTP が上がってくるんだったら株も当然上がるんだっていうよ、はい、うな。 そういういい連想も働いてると思っていいすか結局、ですね、ええ、インフレの国がインフレになるのと、ええ、デフレの国がインフレになるのとでは段差が違いますから、ええ、こっちの変化率に着目しているのと、ええ、でそうやって外国人が素人であれなんだれ、ええ、この着目は非常に正しいと思うんですが、ええ、日本の個人がついていないとでこれはやっぱり日本の国内にいて日本の個人投資家が外国株を買っているとどうしようもない話でして、ええまあ、早く日本人が気がつくべきだろうという私は思っています外国人もその日本人が自分たちは買わない株をずっと買い続ける、ええ。 持ち続けるっていうのもまた、どこかで破綻しそうな感じもしますしね。ええええ、ですから、これ不動産と同じでですね。うん、外国人投資家って日本の不動産をすごく魅力的に思ってるんですが。うん、日本人投資家ちょっと上がると高いとかいいんですね。うん、これ全然見方違ってて。うん、ですから、外国人の見方と日本人の見方が。うん、日本株と不動産についてはすごくギャップがあって。うん、個人と、日本の個人がすごく過小評価しているというところを。ここをですね、あの、すごく重く見るべきじゃないかと思います。うん、あの、新ニー効果については、結局どうか、あの。 かなり登録は進んでいるとは聞いているんですけど、えー、そうすると外国株だとか、そちらを選択している可能性をででもちろん日本株もあるんですが、マーケットを押し上げるほどじゃないというふうに証券会社から聞いていて、<ー>でむしろ外国株に流れてるんじゃないかなというふうにあ<ー>あの思っていもう一点、この金融機関の売り越しについては、まあ、あくまで推測ですが、えー、えっと株が上がるとですね、 多分その年金関係の売りが出てきてるんじゃないかと、うん、で例えば GPIF さんなんかは、えっと、その日本株の保有割合というのを25%ということであ<ー>あの決めてるんで、うん、株が上がると25超えてくるんですぐ売ってくるリスクがあると<ー>ですから分かりませんよこれちょっと私水族でしかありませんけど、うんうん、これから日本株が上がった時に常に売りにくる可能性があると思ってるんで、うん、ですから私はその日本の年金にはです、ね、この日本株についてだけは25%っていうきっちりの,あのアロケーションじゃなくて うん、例えばプラス5%ぐらい余裕を持たせるみたいなことでいかないとあ<ー>あの日本株がなかなかですねその、えっと、うまくスムーズに上がっていかないそれが上値を抑える要因ですだから非常に皮肉ですよね、うん、日本の年金がそうやってその上がると売るっていうのは、うん、ですからこれはやっぱりその構図はちょっとですねちょっと違うんじゃないかという見方をし加藤さん、今株の話をしてきたんですけれども。うん あの本音のベースで言ってあのいわゆる日銀というのはこの株 のマーケットっていうのをを金融政策を決める段階でどのぐらい意識しているものなのか、うん、今日も記者会見ではそういう質問飛んでいて上田さんはかわしてましたけれど本音のところで言うとの直接的なものではないですけれども、うん、ただ、株が急落しているときにその金利を上げる方向の決断というのは、うん、政治的にもなかなかやりづらいので、うん、そういう意味では今は動きやすいタイミングではありますよね。うんうん、ただ あの本当に言うとその ETF、うん、上場株式投資を黒田総裁の頃からまあ大量に買い切ってきたわけですから、うん、これだけ株価が上がってきた場面では本当はここを処分して売っていくべき時なんですけどね、うん、ただ、今のところ日銀はまあ当分そこは触りませんと言ってますのでそっちにはいかないんでしょうけどもね。 さあ歴史的な高値となっている日本株、まあ今年どのように動いていくのか気になるところなんですが、大木さんに予想していただきました、はい、それではフリップ、お願いします、ええ、ちょっと大胆かもしれませんが、ちょっとこんな予想をしておりますほぼ一本上しで上がっていて、はあ、4万2千までこの見方はです、ねえっと、この3万6千から 7, 7千というのは、これはです、ね、来期の業績が大体、えっと、いい5%から10%ぐらい増益になるということで、ほぼ説明がつきます。 でこれはもう3万6000から7000とい私、この年度末そういう予想したんで,、ね、でこれはもうぴったりなんですが今度この今年時間が経つにしたがって何を見ていくかというと今度は来期の業績とあとです、ね、名目 GDP がどうなるかと。 いうことなんですが来期はおそらくやっぱり 5%, 5から10%ぐらい少なくとも増益になると思っていてそれは名目 GDP がプラスになるからっていうのが春冬で見えるからということです、うん、で、一つの考え方としては例えば名目 GDP が1%上がるとだいたい、ね、これいろんなエコノミストにちょっと私計算してもらったんですが、うん 名目 GDP が1%上がると日経平均株価格が5%ぐらい上がるという相関があって、うん、で大体です、ね、名目 GDP はおそらく少なくとも2%から3%になるはずなので、うん、そうするとその計算から10%から15%上がってもおかしくないと、うん、いうことなので来期の業績を見て3万6000から7000で再来期の業績を12月になると見に行きますからそれがまた名目 GDP の,増加,であの、えっと、増加を反映しますからここでまた10%から15%上がってくるということになってで、まあ、10月から11月にこんなふうになっているのは これ大統領選挙でちょっともやもやってなってんですけど、うん、どうせそれ終わっても終わったらですね元に戻るはずですからっていうことになるのかなというふうにあの思ってます、うん。その右の為替の予想レンジが気になるんですけども、うんはい、今直近がまあこう150に近いところにありますから、ええ、それが1 1まで110円まで円高になる。ええ これはさっきの,あの話にもかかるんですが、うん、結局2021年は110円だったわけですよ。うん、で一瞬世界的にインフレになっていって、うん、でそれが落ち着いてきてどうなるかっていうことでいうと、うんうん、もちろんこの 12月末までに1 1 0円になるかどうかって分かりませんが、うん、中長期でいけばこれが戻ってくるとうう考えるのが自然で、うん、いつかは110円になると、うん、いうことでいうとそれは23年のレンジのどこかで起こるということなので、うん、今年起きてもおかしくないというで110円まで見とけば日本株にとってよく円高ってマイナスだと言われますから、うん、でそういう意味でいうとです、ね、これはもう十分折り込んだあの形になるんじゃないかなというふうふに思ってますそういってもなかなかこれだけの円高になった局面で、えーはい、これだけ株高が続くというのは。はいえー あまり過去になかったような、ええ。<laughs> 感じが実は一度だけあって1986年になります、<ー>でこの時はプラス合意の後に、うんえっとに為替が一気に円高に進んだんですが、うん、私が知っている限りこの1年ぐらいの長期で円高が進んでいった時に株が上がったとっいうのはこの、うん、時はじゃないんですが、うん、でそういう意味でいうとです、ね、この実績があるというのとあとでお話し,しますけどあの円高で,です、ね、十分その、えっと、強い業種があるというのと、うん、であとさっき申し上げた通り名目 GDP が上がればとにかく株 っていうのは上がるっていう、で、株っていうのは名目の世界なんで、うん、ですから、その意味でもですね、いろいろ考えても。今回、私は円高を打ち消せると思ってるんで、<ー>ですから、円高になっていってもいいんじゃないかと思ってます。 加藤さん、改めて為替のところだけ日米の金利差が今年そんなに縮まらないとするなら円高いっても130円台半ばぐらいまでで大した金利差縮まらないねみたいな雰囲気になってきたりするとまた140円台に戻ってくるということもありえるかなと今のところはイメージしてますけれども注目のセクターというのも挙げていただきました。こちら これはの単純に。